やっぱ先生だったんだ待ってたよ忙しかったごめんでも急いでてああそれはそうなんだけどこれ湧き続ける温泉じゃないんだあと数時間しかなくて 枯れちゃう前に先生に来てほしかったんだえっそうだよ一人で作ったよこう見えても温泉開発部だしそれにお湯を求める人を見て見ぬふりなんてできないし。 が関わってるってなったらね <laughs> ささ遠慮しないで入って今が一番いい温度だから m e 特製の先生専用温泉だよ